このチャンネルは TGM の補助教材として大人のギター講座をやっています。会員様に向けたものですが、会員様のご購入によって一般公開にしております。しかし単体でも勉強になるように作りますので、ぜひ最後までご覧ください。今日はですね、9月の19日ですね、今朝ご質問いただきまして、サンプリング周波数について質問をいただいたので、それはまあ YouTube の動画でちゃんと解説しますねっていうことをコメント残したのでこうやって撮っております。まずサンプリング周波数は何かということなんですけども、1秒間に記録する回数のことなんですね。 44.1kHz とかよく聞くじゃないですか。あれ CD の、 サンプリング周波数なんですけど、1秒間に 44,100 回記録しますよってことなんですね、はい、でそれまず覚えておいてください。そして、次に覚えなきゃいけないのが人間の過聴限界ですね。 20Hz から2万 Hz って言われてます。ピアノの一番低い音から一番高い音ぐらいで考えたらいいでしょう。 20Hz っていうのは1秒間に20回波があるんですよ。音って波なんでね。で当然ながら2万 Hz の音をキーンと鳴らすと1秒間に2万個こう波があるというふうに考えてください。で2万個あるんだから2万個のサンプリング周波数、まあ、何個記録するかっていうので十分じゃないのって思っちゃうんですけど、それがそううまくいかなくてですね、例えば 2kHz や 2000Hz ですね、 2000Hz の音をガーンと鳴らすと1秒間に2000個あるわけじゃないですか。でも記録するのは2万個なんで1個の波につき10個記録できるんですよね。こうちょっとわーっと拡大するとテン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 みたいな感じで波が記録できるわけなんですけども、2万 Hz の音を記録しようとしたらですね、1つのマスに3個しか記録できないじゃないですか。そうなると波なんてこう上ったり下ったりするんですけど、この上った時の点なのか下ってる時の点なのか分かんなくなるんですね。だから、これちょっと良くないよねって、最低でも倍、2万 Hz の音を記録したいんであれば4万 Hz の、 サンプリング周波数が必要だねっていう発想になるわけですよ。まあ、どちらかというとそれ逆なんですけど、4万 Hz の、記録ができるんであれば、2万 Hz までの音をが録音できるっていうふうに考えるんです。これナイキスト周波数っていうんですけど、まあ、その発想でいくとですね、だったら 48kHz の方がもっと、4万 8000Hz の方がもっと高い音録音できるんじゃないのっていう発想になるじゃないですか。で、もうその先 96kHz だったら倍だからもっといいんじゃないのみたいな。今ではここもそうですけど、192kHz まで録音、ここができるようになってますので。で、まあそういったサンプリング周波数が細かくなればなるほど、まあ、高い音まで録音できるということなんですね。で、まあ、細かく録音できるっていうふうに、記録できるっていうふうに考えた方がいいでしょう。だったら数字が大きければ大きい方がいいんじゃないのっていう発想になるんですけども、それはそうでもなくてですね、重いだけなんですね。データがそんなに高い音を聞き取れないんで、私たちの意味では。しかも私たちのギターなんてこの雑な楽器なんで、 44.1kHz で十分だと思います。でもっと言うとですね、その 44.1kHz でも結構ね、細かすぎるっていうか切れすぎるぐらいで、それ間間引いても別にバレないんじゃないのっていう発想があって、それが MP3 っていうやつなんですね。それは皆さんご存知だと思うんですけど、はい、まあだから、まあ、どれがいいんですかって言われたら 44.1kHz で十分じゃないですかってお答えしますけど、はい、そうですね、はい、何かサンプリング周波数のこととかで興味があったらですね、ちょっとお調べになっていただいたらいいんですけど、これお調べになったら分かりますけど、そのような単語をですね、検索で打ち込んだらですね、もうわけわかんない説明がいっぱい出てくるんですね。だからあんまりお調べにならずに、興味あることは何ですかみたいな感じで私に聞いていただいたら、分かりやすくその概要だけ説明して、でもっと詳しく知りたいんであれば、もっと詳しく説明してくれって言っていただければ詳しく細かく噛み砕いて説明しますんで、質問するとか質問してください。以上、サンプリング周波数についてのお話でした。ギター教材の集大成である TGM の他にもですね、プロ志向限定のギタースクール ISM、一つ上の豊かさを提供するギター同好会 EGC、そしてセミナーの情報なんかも概要欄にありますので、ぜひ興味あったらご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。